クリスマスイブに年上の彼とデート。私は大好きだけど、彼はどう思ってるのかな。早く来ないかな。彼を待っている時間が大好き。会えるのが楽しみという気持ちでずっと待っていられるから。もう3時間か。3時間も待って。え、ごめん、ちょっとバタバタしてて、もしかしたら今日5分くらいしか会えないかも。5分でも大丈夫だよ。5分か。でも会えるからいいや。5時間絶対ダメ。まだかな。彼を待っている間は一方的にメッセージを送る。今日ね、すごいいい天気だよ。悲しいの。お腹すいたよ。少し寝ちゃってた。でも今起きたよ。お腹すいたよ。何なんだよこれ。今頃仕事早く終わらせようと頑張ってるんだろうな。嘘。もう来た。ごめん、やっぱ今日行けないや。今更言う。じゃあ明日にする。優しいな。ごめんね、じゃあ明日で。結局来なくても全然平気。だって明日会えるって楽しみが増えたんだから。早く明日になんないかな。嘘。終わり。8時間待った。ちょっとなんかムカつかないの、なんでだよとか言わないの、ずっと待ってるのに。でもバタバタしてるって多分お仕事だから、こっちからは今日やめようって言いたくないから、会いたいから、だからそしたらもう案内待つことになった。待ってる時間は苦じゃない。楽しくないですか。せめて外は嫌じゃない。もう24日のあのベンチだったらもう死んじゃうかもしれない。俺よく途中寝たなと思うんだよ。危ないよ。途中寝たじゃん、20分ぐらい。ちょっと寝ちゃったって。不思議だな。久保、どうだった。明日が見たくなりました。明日来てくれるのかなっていう。来てくれるんです。明日すぐ来るかな。明日は来るんです。すげえ妄想の彼を思いながら泣きそうじゃないか。でもこれクリスマス、これクリスマスイブだったわけでしょ。本当はこの彼なんか嘘ついてんじゃないのって思っちゃう部分もちょっとある。違う人と会ってるとかって思わない。だってさ、クリスマスイブに約束してさ、待ち合わせにこんな来なくてちょこちょこ連絡くれて明日にしよっかって多分いるな相手。やめなさいよ。やだ。やめ。なんで妄想を潰すの。そんな白石、白石。いや苦しいですよね、見てて。やっぱその彼女をあんなあれだけ待たせるのって良くないと思う。でも自分で考えた妄想だから。それが不思議なのよこれ。自分でこれがやりたいんだよ。